おー、ベンダさん、どうもどうも、お疲れ様です。この前ありがとうございました。練習月曜日行けるかどうか、今日次第で、ちょっともう体ボロボロで20時間ぐらい寝ました。やばいっす、もう。今日、なんか、ちょっと、最後の練習だと思って調整かけてたんで。試合もう一週間っすね。いろいろ。でも、なんか良かったよ。その30過ぎて、なんか一個の目標を立てて、やったことないことを本気で追いかけるっていうこと。俺の人生でそういうことってあんまなかったから。特にスポーツでそういうことをやるなんて考えてもなかったからさ。子供の頃から虚弱体質で病院で入退院繰り返してるような子供だったから。心広いですか？狭いですね。心は狭いです。狭いです。なんで？心はめちゃめちゃ狭いですよ、僕は。うぜえな。なんか最後に言いたいことあるか、佐野家。最後に言いたいことあるか、佐野家。なんか言いたいことあったら言って。佐野家、なんか言いたいことあったら言えよ。最後に言いたいことあるか。すぐにブロックされるものです。あ、そうなんだ。残念だね。佐野家、コメント消しても無駄だよ。うん、無駄だよ。うん、追いかけることができるから。なんか勘違いしてるけど。最後に言いたいことあったらいいな。ちなみに、複数の IP バーンされると、ブロックされると、他の関連もあるよ。はい。さよなら。はい、さよなら。ブロックされるのは、本人が嫌がることコメント書いてるからなんですよ。うん。だから、まあ、いいんじゃん。だって、それって唯一配信者が持てる、アンチに対抗できる技術でしょ。うん。あ、そうなんだ。あ、まあいいじゃん。うん。俺はなんか、人の放送荒らすのは絶対良くないことだと思ってるから、配信者が嫌がることはやっちゃダメだと思うよ。うん。だって、ね、自分で枠開けばいいんだもん。言いたいことがあったりするんなら。自己主張をする場所じゃないじゃん。いつも言ってるんだけど、何百人っていうリスナーさんを常に抱えて、その人たちを楽しませるために放送をやってるんですよ。それが仕事なんですよ。一人のカマチョのために放送をやってるわけじゃないから。だからまあ、ブロックされるってことはそれなりの理由があるんだよ。ブロックされるようなことをしてしまってるんだよ。うん、ダメだと思うよ。例えば、そうだな。いきなりラーメン屋に行って、お金も払わないで、ここの定食クソまずいんだけど、なんでこんなもん売ろうと思ったの、俺空気しないんだけどって店の中で言ったら営業妨害じゃん。でしょ。うん。お前が店やればって思わない。でしょ。店開く権利は誰にでもあるわけだから。でしょ。自分でやればいいじゃん。自己主張があるなら。周りのお客さんに迷惑かけるのは嫌じゃん。はい、ブロックでーす。さよなら。5にいらば5に従えってことよ。今日はさよならが多いね。
大体嫌いな人は見なきゃいいと思ってるから、俺は嫌いな人を見に行く感覚がよくわかんない。嫌いな人を見るっていう発想が俺にはないから、俺のファンだけ集まればいいと思ってるから。これはなんか煽りとかじゃなくて本気でそう思ってるから。いちいち相手にしてたらキリがないよ。何百人もリスナーいるんだもん。中指と薬指でタバコ取るの、なんか無意識にやってたからわかんない。お、サチネおはよう。なんだろうね、暇なんだよ、うん、俺つえーってやつがいっぱいいるんだよ。弱い者いじめが好きなんでしょ。バカありがとう。バカありがとう。夏希さんおはよう。おはようございます。相談、LINE で電話かけてくる？ LINE で電話かけてくる？ LINE する？だからいつも言ってるんだけど、勝つか負けるかを決めるのは俺じゃなくて神様だって言ってるね。パンクしそうだよね。まあパンクしたらね、伝説残るからいいじゃん。それはそれでいいと思うよ。おはよう。ラムちゃんおはよう。いや、オナキンなんかしないよ俺。でも男の人の精子ってタンパク質だから体力が減るっていう、俺は都市伝説だと思ってるんだけど、あとオナキンすると男性ホルモンが出るから野生的になるんだよ。それは多分あると思う。でも俺はオナニーをしてクレバーに戦うよ。試合前にオナニーをたっぷりして頭の中で賢者モードで戦うから。俺賢者だから、俺が冷静に軽やかに動いてたら、あ、こいつオナニーしたなって思ったよ。で、インファイトでガンガン行ってたら、あ、オナキンしてるわ、ワド。そう、ファイトスタイルで前日オナニーしたかどうかがわかるから、そういう楽しみ方もあるよね。オナニー事情がわかる。みんな知りたいでしょ。
いや別に緊張しなくていいよ。 LINE はあのプロフィールページに公開してるから。ヘッドギアなし、ヘッドギアなし。直前でオナニーしたらすごいよね。試合会場のトイレ行ったら男子トイレの個室からシコシコ聞こえてきたら俺だと思ってください、うん、あれってトイレずっとこもってるやつがいるなって。シコシコ聞こえてくるなって。 100% 俺だね。俺のチンコがデンプシーロールだよ、うん、俺のチンコが トイレで新木場ファーストリングでデンプシーロールしてる。ウィービングしてるから。首痛いな。和道コール怒んねえかな。会場がどんな空気なのかね、楽しみだよね。うわーみたいな感じなのかな。どよめくのかな。ワットオーワットオーワットオー。ヘッドギアはない方が面白いよ。グローブ16オンスですね。16オンス KO を取るのはちょっと難しいグローブだけど。入場曲はもう提出したよ、提出した。リスナーさんが作ってくれたからその曲で入場したかったんだけど間に合わなかったね。リスナーさんが作ってくれた方だったら今流せるけど聞いてみる。うん。黄色い歓声はそりゃそうでしょ。ただね、女性の黄色い歓声する方が実際見に来るかっつったら俺別問題だと思う。物投げられたりしてね。物投げられたりしてね。聞いてみる。リスナーさんが作ってくれたやつ。あのうちの専属あの楽曲、あの専属の和道専属のあの音楽家がいるから、うん、流してみようか。待ってね、和道専属ミュージシャンいるからね。じゃあ流します。本当はこれ使いたかったんだけど、あの時間が間に合わなかったやつね。いい。かっこいいよね。最高だよね。いいよね。優秀なんですよ。もう古いリスナーさん、レクチ君です。パチパチパチ。レクチ君が作った捨て頃の和道のテーマソングです。
かっこいいよね。俺は映画監督になるのが将来の目標なんだけど、もう楽曲は彼に任せようと思ってます。僕の大事な仲間です。プロのミュージシャン目指してるんで、ぜひ応援してあげてください。いいメンバーに恵まれたらこいつプロ行くと思うよ。肘あり、肘膝あり。ムエタイルールね、ムエタイルール。レクチコメント見てるか。お前が作った曲受けてるぞ。自信持てよ。すごくいいよね。レクチのいいところが全部出てる。もっと柔らかい曲とかもできるんだけどね。多分俺が好きな曲調で作ってくれた。怖い展開あると思うよ。額ばっかりとか目ばっさりとか。余裕で流血はあるよ。大怪我ね。もう後残るくらいばっかり切れるとか全然あると思うよ。肘膝は、やばいっすよ。まあでも、肘膝入れるの高等技術だから、ないだろうと思ってるけど、アクシデント的にね、ばっかり行く可能性あるから、もうそれはでももう勲章みたいなもんだから、しょうがないよ。頭割れたってね、別に死にはしないから。ただ切れやすいんだよね、肘は。ドクターストップで止められたら最悪だから、ガードちゃんとやんないと。ヒカルくんがね、ちょっと腫れやすいから、ヒカルくん多分顔面ボッコボコになるかもしんない。ヒカルくんとスパーやった時からすぐね、単行部できてたから。あの人腫れやすいんだよ。ヒカルくん顔ボッコボコ。俺はね、そんなに腫れないタイプなんだよね。それはもう体質だから、改善しようがない。ねえ、そこはでも、便所さんがいろいろ考えたんだよ。もう今更ジタバタね、俺らが文句言うところじゃないから。いろんな考えがあるし、やっぱり怪我させたくないっていう便所さんの思いがあるんだよ。やってる人からしたらね、練習でもつけねえよ、16オンスなんてっていうのはわかるけど。だから格闘技のさ、好きな人とか経験者が集まってきちゃってるからあれだけど、本来は多分面倒さんは素人向けにやってるつもりなんだよ。ターゲットはその格闘技を知らない人に教えたいっていうのが伝わってくるよ、俺。格闘技の魅力を伝えたいっていう。だってみんな素人戦わせるってことはそういうことでしょ。
バッティングはもう練習中何回も、インファイター同士だともうバチンって、あれが一番痛いよね。あと、ローブロー。ローブロー、ブローはないか。ローキックか。近敵ね。あれは痛いよ、もうやだよ。最悪だよ、近敵。まあ、防ぎようがないよな。まあ、故意にやってたら、もちろん減点されるだろうし。あ、便所さんに聞いたけど、勝者インタビューあるって。インタビューっていうか、勝った方だけマイクパフォーマンスあるってよ。パッて渡されて、一言二言。俺死ぬのかな俺死ぬの俺死ぬの来週。マジかよ。命かけんの。マジか。やだな。死にたくねえな、まだな。まだやりたいこといっぱいあるんだけど。マジか。そんな辛いのか。お前の命もあと1週間レイみたいな、されたいな。5日、1週間ぐらい休もうかなと思ってて、その後旅再開。まあ
1週間はダメージ抜けないだろうね。今でも頭ガンガンするし。旅人に戻ろう。なんだろう、ラインが調子悪いな。なんだろう、ラインが壊れた。ラインが開かないんだけど。なんだろう、便所太郎さんだけ見れない。こんなことってある？便所太郎さんのライン開くと落ちるんだけど。便所太郎さんだけ開くとラインが落ちる。マジか。のんちゃんの呪い。あ、落ちるな。なんだ？なんだろうこれ。便所太郎さんの枠開けない。枠っていうか。なんで？他の人は見れるのに。便所太郎さんの見れない。なんで？アプリが落ちる。あ、落ちた。なんだろうこれ。なんだろう。すげえやだ。もう早く捨て頃のこと忘れたい。が勝つのかな。青山が勝つのか自分が勝つのか。みんなは今のところどう思ってんの？やっぱ青山勝つ。青山優勢。青山の方が強いのかな。俺多分ね、今回ヒカルくん勝つような気がしてきたよ。ヒカルくんと手合わせして。ヒカルくんちょっと厳しいなと思ってたけど、もう結構確信に変わってヒカルくん勝つだろうなと思ってる。チャンピン勢いあるよね。奇跡の勝利。感動の。どちらが勝ってもいい？バカありがとう。青山勝つ気あるのかな？練習してなそう。まあ、2、3回やってるね。2、3回やってる。今日も来んのかな？今日は便所さん、ドレさん、タチュヒコ、俺、あとヒカルくんも来るでしょうし、金梅さんも来るだろうね。今日何時からだっけ？アイテムありがとう。ちょっと待って、便所さんの LINE 見れないの困るんだけど。どうすりゃいいんだこれ。セブンさん弱くないよ、強いよ全然。ただ俺はヒカルくんと手合わせてるから彼の強さ知ってるんだよ。急成長したから、修行の成果が今出た感じがするから。もともと強かったんだけど、さらに強くなった。俺はヒカルくん勝つと思ってるし、勝ってもらわないと困る。約束をしたから。ドレさんとヒカルくんとは約束をしたから。3人でメダル取ろうって。
黒帯らしいよ、空手の。で、空手の黒帯だったら相当強いからね。3年4年やってないと取れないでしょ、空手を。3年4年でも早い方じゃないのかな。黒帯持ってたらまあ強いですよ。キャリアが全然違うぐらい。本当に持ってるかどうか知らないけど、いや言ってら、噂によると黒帯だって聞いたよ。で、まあ黒帯持ってたらまあ絶対負けないレベルだよね。でも一人だけじゃん、2試合やるって言ってんの。だから相当自信あるんだと思うよ。負けねえよ素人に、なんかっていう、舐めてんのかって、そういうレベルだと思う。お段違いに、まあ段違いっていうのはまさに言葉通りだけど、まあ負けないでしょ。3年4年やって素人を殴ったら怒られるレベルだからね。お前何やってんだみたいな、弱い者いじめのレベルだよ。ストリートで暴力振るったら絶対ダメなレベル。そんな3ヶ月とか数ヶ月でさ差が出るぐらいのさ、シビアな世界なのにさ、でも型であってもやっぱね、絶対稽古はするから、フルコンかどうかってことでしょ。俺50流ってフルコンじゃない体だったけど、全然練習やってたよ、当ててたよ、剣サポはつけてたけど。でもまあやってる人は強いよ、まあ、極真なんじゃないの、そんだけ言うってことは。
聖書、あ、今日来るんじゃないかな。今日来るって言ってたよね。何時頃来るって言ってたっけ、あのエホバの証人の人。日曜日に来るって言ってたよね。先週の日曜日に来たんだよね、確か。エホバの証人の人、配信できるか聞いてみるよ。今日ね、聖書レッスンを受けるっていう、エホバの証人の人が来て旧約聖書を教えてくれるって言ってたから、配信させてって言うわ。まあ肘ありですからね、空手は。でも肘当てるのってすごい難しい技術だから、まあ仕掛けてこないと思うよ。行くっていうか、なんか公園かどっかでマクドナルドでやろうって言ってたけどね。面白そうじゃん、聖書の話。だってエホバの証人のね、勧誘とか聞いてみたくない、みんな。どんな感じで教え、どんな感じの内容、面白そうだよね。だから交渉してみるよ。俺配信で飯食っててあれしてるからって言って、配信許可取って稼がないといけないから、あの回しいいって、で顔出しダメだったらダメでいいからって言って、試合では禁止なんだ。あ、そうなんだ。ありだと思ってた俺。まあそれくらい危ないってことだよね。そりゃそうだよね。こんなとんがっててこんな硬いものさ、ぶつけられたら切れるに決まってるよね、皮膚だし。ダメージすごい。だから KO できるかんね、こんなの。全体重乗っけやすいじゃん。ねえ。まあ、キックボクシングルールでいいんじゃないかとは俺も思ったけど、俺は本当はね、キックじゃなくてボクシングルールでやりたかったんだよね。実はキックボクシングよりボクシングの方が好きだったから。青山がキックありじゃないと出ないって言ったの。だからキックありでもいいんだったら青山とマッチメイクにするよって言われて、じゃあいいっすよって。だから青山のルールを飲んだ感じなんだよね。向こうのルールに合わせたの。やっぱ今日が練習最後の方がいいような気がするな。明日も便所さんに誘われてるけど、もう体が持たないよ。今壊したら治らないもんね。確か今日だよな、エホバの証人。エホバの証人、輸血認めないで、手術時は受講血液しか使えない。そう、確かそうだよね。うん。理由とかも聞いてみようよ。筋肉痛はあるよ。いっぱいあるある。全然あるよ。首が痛いですね、今は。インファイトしたんで、こう、バン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 打たれたから、首にダメージ残るんですよ。うん。で、なんで輸血ダメなのって聞いてみようよ。別にあの宗教に対する偏見とか全くないから、創価学会だろうがエホバだろうがカルトだって言われてるけど、実際ね、話聞いてみないと分かんないから。だから本人には伝えたよ、特定の宗教に入るつもりは全くありませんよって。それはもう伝えてあるから多分大丈夫だと思うけど。スムースフリクションっていう曲ですね。信玄さんいらっしゃい。そう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 、ムチ打ちみたいな感じ。本当にそんな感じ。
スムースフリクションね。エホバの証人、まあどうなんだろう、知らないけど、俺入る気はないから。俺が旧約聖書に興味あるだけで、うん、普通髪の毛引っ張られて、え、昔髪の毛引っ張られて、3日ぐらい首が上がらないぐらいしんどかった。まあね、鍛えてない人は、女の子は髪掴むからね。女の子の喧嘩って結構えげつないよね。まあストリートファイトは結構髪の毛掴むのよくやる、うん、お、アイチューンだ。なんか初見って感じがしないけど。ドレさんのところでいつもコメント見てるから。本物？ドレさんのところの iTunes？ よろしく。首痛い。輸血拒否して子供亡くなった事件あったよ。まああるだろうね。それを事件というのかどうかわかんないけど、別に輸血を拒否するのは本人の自由だよ。ね、信仰の自由があるわけだから、生き方ぐらい自由に選ばせていいと思う。それで死んだって別に構わないでしょ。本人がそれ納得するなら。人の生き方をとやかく言うもんじゃないよ。豚肉食っちゃダメとか牛肉食っちゃダメとか、いろんなね、宗教があるから。自分の生き方は自分で選べばいい。人の人生にケチつけるほどつまんねえものはねえよ。そんなことより自分の人生変えないと。うん、高坂さんおはようございます。何もなかった、いや何もなかったわけじゃないけど、大変だったよ。ね、ノンフィクションっていうのは存在しないと思ってるのね。何か作品を、作品って主観じゃん。で、主観が絶対介入するんだよ。で、主観が入ったってことはノンフィクションでありえない、うん、左手には新しく買ったブレスレット、うん、ニヤニヤしながら見てた。面白かった。それが一番嬉しいよ。親が輸血させなかった。難しいな。そう、子供が何を願ってたかだよな。子供が輸血してお願いって言ってるのに輸血させなかったら問題だと思うけど、子供にね、選択権はないからな。難しいとこだよな。ごついかな。
666のブレスレット。お、カスさんいらっしゃい。いや、今日練習で、今日最後の練習で、実は明日も弁当さんに誘われてんだけど、今日フルパワーで行くように調整をかけてたから、今日最後のトレーニングにしようと思ってるんだよね。明日は行こうか行かないか迷ってるんだよね。これはいくらだ、7000円ぐらいかな。親の宗教で運動会とか出れない子がいて、大人になって親を憎んでた。でもね、俺はね、親は口出す権利があると思ってて、親だけ食わせてるわけじゃん。二十歳超えるまでは親が自由にしていいと思ってて、うん、親のものではないけど、なんだろう、親はその自由に育てる権利も持ってるわけよ。だってその子の飯食わせてるし。だそこ難しいところだよな。洗礼を受けてない血で不浄になる。うん、どうなんだろうね。だでもそれだったらエホバ内で輸血とか考えられるな。多分別の理由だと思う。でもね、宗教的にダメだって言われてるものって意外と理にかなってたりするんだよ、科学的に。経験則で多分それが分かってたんだろうけど、例えばなんで人間が人間を食べちゃいけないのかってさ、哲学の領域だと思ってる人結構いるけど、あの自分と同じ種族のものを食べる、要はそのなんて言うんだっけ、そういうのカニバリズムとか言うのか、カニバリズムとかそのあるじゃん。それってね、実はね、変な病気起こすんだよ。なんかある民族がお葬式の時にその人の肉を食べるっていう風習の村があったんだけど、あのそこには謎の奇病があって、脳みそに穴が開く病気があったの。脳みそが縮んじゃって奇怪な行動をするって。で、原因は分かんなかったんだけど、とある冒険家がその民族にやめさせたのよ。その死体を食べるのやめなさいって、人間が人間の肉を食べるのやめなさいって。それで亡くなったんだよ、その脳に穴が開いたりしぼんだりする病気が。で、これ思い出してほしいんだけど、あの狂牛病問題って覚えてる？肉骨粉を与えた牛に牛の肉を与えたら、あの脳みそが萎縮したでしょ。これってね、あのまだ科学的にちゃんと解明されてるわけじゃないんだけど、因果関係がかなり深いって言われてんの。だからその哲学的にダメだって考えて言われてるんじゃなくて、実は経験則からこれをやるとなんか変な奇病が起こるとか呪いが起こるっていうのを分かってるから やめさせてたっていう。そうだからね、あのダメなんじゃないかっていうふうに言われてる。海ちゃんいらっしゃい。そう、だから意外とね、宗教で禁止してるものってその意外と理にかなってたりするものが多いから、俺は科学が全て万能だと思ってないから。むしろ科学を作ったのがキリスト教みたいなとこあるから、ユダヤ教キリスト教が作ってきたっていう歴史があるから。宗教はなくならないよ。日本人は宗教を甘く見すぎ。無宗教だって言っててお墓が蹴れない人いっぱいいるもん。砂漠の宗教イスラム、豚肉は冷蔵庫ないと腐る、砂漠では酒は死ぬ。そうそういうこと、そういうこと、ユダヤ教エビ甲殻類は食べられない、アレルギーになる、赤ちゃんの時にチンコの皮切る、風呂入れない時代だったから。そう例えばね、日本のことわざにもあの蛇がいる家は金持ちになるっていうのを知ってる？蛇がいる、縁の下に蛇がいるところはその土地は金持ちになるって。あれは現代だと通用しないんだけど、なんでかっていうと、蛇ってめちゃめちゃ感覚器官が強くて、地震が起こらなかったりとか、超安全な土地に住み着く習性があるの、蛇自体に。なんか目が弱いけど、そういうなんか感覚器官がめちゃめちゃ鋭いんだよ。だからその蛇が住み着くような土地
ていうのは農耕に特化してる土地が多かったの。だからそれを超省いて、蛇が住んでる家は金持ちになるっていう風に教えてたりとか、あと夜ね爪を切ると親の死に目に会えないっていうのは、まあ、単純にさ爪切りっていうものがなくて明かりがない時代にハサミで爪切ってたら危ねえじゃん。だから子供にやめなさいよっていう教訓、警訓、教訓として教えてたんだよね。そう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 。だから意外とバカにできなかったりもするのよ。もちろんなんか適当なのもいっぱいあるんだよ。適当なのもいっぱいあるんだけど、あとよく言われてる豚に真珠と猫に小判、豚に真珠とさ猫に小判って同じ意味で使ってる人いるけど、あれ全然意味違うんだよね。豚に真珠と猫に小判の違い分かる人いる？使い方全く同じ意味だと思ってる人いっぱいいるな。よくよく考えるとちょっと違うんだよね、ニュアンスが。あ、違う違う違う。だから、そうそうそう。その、に、例えば、その、昔、マグロを捨ててたんだよ。日本人も。その、冷蔵庫がなかったからなんだよね。だから、寿司屋でマグロの大トロとか中トロなんか食べるもんじゃなかったの。むしろ捨ててる一番まずいところって言って捨ててたんだよ。それはそうだよね。油が一番腐るから。だから、漬けって言って赤身の部分だけを切って醤油に漬けておいて保存食にしたわけじゃん。大トロとか中トロとか年寄り食べないのそれなんだよね。こんなもん食うもんじゃない。江戸っ子とか食べないでしょ。トロは捨てるもん。廃棄物だった。だからそれと現代の生き方とずれてくると宗教はなんかうさんくさいってなるんだろうけど、あれは昔の人の生きる術を書いたね、ものだから。真珠と小判っていうのは価値のあるものっていう比喩表現だと思ってるから、俺は真珠と小判に違いはないと思ってるの。問題なのは、猫に与える猫か豚かっていう。で、豚に真珠っていうのは、価値のない人に、価値のあるものを渡しても意味がないっていう意味で、要はその分不相応っていうのかな、要は価値のない豚っていうものに価値を与えても意味がないでしょっていう使い方をするとき、要はディスだよね。お前は豚だ、価値のないものだ、お前に価値のあるものを与えても使いこなせねえよっていう意味合いだと思ってて、で猫に小判っていうのは猫自体ディスるっていう文化あんまりないじゃん日本には。そうじゃなくて、価値のわからない人に価値のあるものを伝えても使いこなせないって意味だと思ってるの。要はお前には価値がないっていう時には豚に真珠で、お前はこの価値が分かってないよねっていう時には猫に小判っていう使い方を俺はしてるの。だからちょっと意味合いが違うと思ってるの。それが正しいかどうかわかんないよ、自分なりに考えて使ってるだけだから。だけどそのなんだろう、よく猫に小判と豚に真珠って同じ使い方をしてる人がいっぱいいるなと思ってて、価値のあるものを与えても無駄ってことは一緒なんだけど、相手自身が価値のないものっていう時には豚で、価値を理解できないっていう時には猫っていう使い方を俺はしてる。例えば荒野にレッツノートを与えるのは猫に小判かな。勝手に俺がそう使い分けてるだけだよ。豚に真珠は聖書の一節から来てるって聞いたことある。ああそうなんだ、へえ、分かんないよ、勝手に考えて言ってるだけだから。社会問題を起こしてる宗教団体、社会問題を起こしてる宗教団体を俺友達にいないからな。なんか週刊誌見て騒いでるやつと一緒だと思ってるからリアリティがない。例えばこうカテゴライズでディスをする人っているじゃん。韓国人はこうだとか日本人はこうだ、
ヤクザはこうだ、男はこうだ、女はこうだっていう。なんかそれって人を見抜けないだけであって、韓国人にもいいやつと悪いやつがいると思ってんの、俺は。俺は韓国人が悪いんじゃなくて、韓国政府が悪いと思ってて。まあ、気質とかはあるよ。ディスとかじゃなくて、こういう文化だっていう。神道は俺宗教じゃないと思ってて。まあ、宗教なんだけど、逆に言ったら日本ってね、仏教、日本仏教と神道が染み付きすぎてるんだよね。いただきますっていう文化を宗教だと思ってないじゃん。あれは海外から見たら立派な宗教儀式なんだよ。俺アメリカでいただきますって言ってたら、3日目ぐらいに言われたもん、スティーブンに。なんで日本人は呪文を唱えるのって食べるときに。お前ら何なの、何あの呪文って。そしたら、考えて中学生なりに、命をいただくんだよって言ったら、お前何って牛に感謝すんのって言われて笑われたよ。その時に気づいて、アメリカ人もいただきますみたいなのあるじゃんって言ったら、ないんだよ。英語にいただきます。I'm eating とかになるの。アニメとかにすると。で、よく、その、リスナーさんから言われるのは、祈りがあるだろうって、あれいただきますじゃないのって言われるけど、厳密に言うと違くて、神様にだけ感謝するの。で、アメリカ人の、その、キリスト教の考え方をちゃんとやると、まあ、祈ってるやつって敬虔なクリスチャンとかしかいないから、普段の家庭やらないんだけど、クリスチャンの家系、ちゃんとした家系しかやらないんだけど、あれって、天に増します、我らを父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、つって、要は何を言ってるかっていうと、神様から仕事をもらったりとか、使命をもらって、要は地球を管理したと。その対象として命をもらってるから、俺らは仕事に対する成果で命もらってんだから感謝する必要ない。神様に感謝するんだって考え方で。そう。感謝の愛、その対象が違くて。だから日本ってアミニズムって言って、やっぱり万物に命、対等な命が宿ってるっていう考え方が染みついてるから、根本的にいただきますを理解できなかったよ、やっぱり。彼らにいくら説明しても。そうそう、お命いただきますなんだけど、伝わらなかった。笑われたね。お前、牛と対等なのかって言われた。だから牛は物なんだよ。彼らにとっては。だから、その、神様からいただいた土地を肥やすっていう仕事、使命、ミッションっていう、ミッション、神様からもらった使命をやると、作物が実る。だから神に感謝するっていう構造なのよ。でも日本は太陽の神様とか土の神様、稲の神様ってあるな。すべてに神が宿るって考えちゃうから、やっぱ考え方が基本的に違う。ルーシー、人の話聞かなかった。俺は説明したんだよ。アメコウ風情にじゃなくて、こういう考え方があって、命があって、例えばそのお辞儀をするのなんでなのって言われた時に、彼らが日本来た時に勉強したんだけど、あれって首を差し出してるのよ。対等してるから。要は圧倒的な不利な状況。あなたとは争うつもりありませんよ。だから農民とかが侍に頭下げたい、侍同士があなたとは対等にお話をしたい。切る気はないですよっていう意味で頭を下げてる。そう名残なんだよ。っていうのを説明したら、すげえ日本人かっけえって言ってたよ。だから欧米はまあ合理的だよね。だからあれは嘆きの壁から来てるんじゃないの、カスさん。あれは嘆きの壁に向かってるのと一緒でしょ。それのなんか代わりでしょ。
団コントロールするために使われた感が否めない。まあ今でも別にそんなに変わってないような気がするけどな。うん、でもなんかその陰謀論的な考え方って俺あんまり否定的で、なんだろう、その馴染、やっぱり馴染んで民衆もそれを使ってたってことは民衆にとって都合が良かったっていう部分はあると思うな。うん、だけど浸透しないじゃん。だから折り合いをつけていってる感じはするけどね。だからそのインテリジェントデザイン説なんかまさにそうだと思ってるけど、科学とキリスト教的考えをこうくっつけようとしてるっていうか、ダーウィンの進化論は教えない。でもね、なんだろう、俺もダーウィンの進化論ちょっと無理があるかなっていうか、あれを正しく読み解くと、別にダーウィンが言ってることが正しく広まってないだけで、人間だけは分からないってダーウィン言ってるわけじゃん。おそらく生物はこういう風に進化していったんだけど、得意点がね、明らかに爆発的にレバレッジが効いてさ、急に進化をしてるから人間には当てはまらないって言ってるんだよ、ダーウィンは。まあ、別に進化論を教えていいと思ってるけど、そうだから文明の証拠って絶対天文台とカレンダーがあるんだよね、うん、だからどの時期に種植えたら実るかとか支配ができる、予言ができる、予言の論理。天文学者っていうよりも予言者とか支配者が使ってたんだよ。卑弥呼のさ、銅鏡あるじゃん。あそこ地球儀になってるの知ってる？銅鏡の真ん中。あれは震えたよね。うん、これ教科書で載せらんねえわって。銅鏡の真ん中のポッチあるじゃん。あれ、地球の半島になってんの。地図になってんの。明らか宇宙人介入してるっしょこれみたいな、なんで俯瞰して地球見えてんだよみたいな。だから俺宇宙人いると思うし介入してると思うよ。それが神なんでしょ結局。宇宙人がいないって方がちょっと現実的じゃないっていうか、オカルトに聞こえる。うん、だし俺そのいろんな文明にさ、やっぱ壁画とか人間の頭にない竜がいるって、ドラゴンがいるってあるじゃん。あれ明らかに恐竜じゃん。だから恐竜が滅んでから人類が滅んだっていうのちょっとね無理があるんじゃないかと思って、人類とすれ違ってると思うんだよね。だからパンダとかもそういう存在だったんでしょ。パンダって白虎とかさ、あのスザクとかああいう扱いだったんだよね。でここ100年ぐらいだよね確かパンダが見つかったの。厳重だったんだよね。サイエントロジーの競技。サイエントロジーの競技はマムーだっけ？なんだっけ？マムーだっけ？なんだっけ？忘れちゃったけど。これは別に競技だっていうわけじゃなくて、自分で考えて、まあ宇宙人いるだろうなっていうのを採用してる。俺の考えで。別にどっかから引用したわけじゃなくて、だってさ地球上にある砂粒の数よりも宇宙にある星の数の方が多いわけよ。で知的生命体がいないって考える方がおかしいじゃん。まず地球人がいる時点で宇宙人は確実に一種類は存在するんだよ。俺からすると。で、なんだろう。俺らが想像してない形だと思うよ。人型じゃないんだと思う。知的生命体。ただ、その宇宙の知的生命体は、すごい数いるんだけど、極
距離が離れすぎてて、この惑星間の移動ができないだけだと思ってる。いや、要はね、文明末期、要は知的生命体ができるのって星の成熟だから、宇宙時間からするとすごい短い時間なんだよ。で、その間にその移動する手段っていうのを持たないだけなんだと思ってる。だから知的生命体はいると思うよ。この前の海宝さんの枠面白かった。ああ、ありがとう。アイテムありがとう。時間そのものの概念も日進月歩と変わって、俺はよく言うんだけど、普通の人が考えてる時間っていうのはないって言ってて、あの科学者が言ってる時間っていうのは運動を指すんだけど、過去未来現在は俺ないって言ってるね。だから普通の人が思ってるカレンダーとかさ、24時間っていうのはただその支配の論理だと思ってるよ。ただの支配の論理。自然って理にかなった行動しかしないからね。プログラマーが言ってたね。なんかマリファナばっかり吸ってるプログラマーが、なんか地球を見ると誰かが介入してる気がする。これは明らかに人為的なプログラム。人為的と言ったらなんだかわかんないけど、すっごい賢いやつが作ってるように俺は見えるって言ってた。なんかのプログラムみたいな、その介入してるような気がするって言ってたね、そいつは。俺はよくわかんなかったけど。マリファナとかやらないし。スペイン語の数字と月の矛盾、あ、知らない。でも月って面白いよね。あの、トランプってさ、あれタロットカードの種類だって知ってた？トランプってもともとゲームやるために開発されたんじゃなくて、あれってカレンダーなんだよ。13週なんだよね。13週の4つの奇跡、季節なんだよね。で、ウルードスが、なんだっけな。で、1個が、ウルードスかなんかで、もう一つが何かって、ちゃんと、その、365日になるように作られてるんだよね。なんだろう、スペイン語の数字と月の矛盾。だから俺、月の暦の方が面白いと思うけどね。月でも暦作れるから。だからなんか、満月の時の方が犯罪率が高いとか、いろいろあるんでしょ。あと、生理とかそうだよね。月の暦で女の人は生理が来るから。俺がよく言ってんのは時間はないって。それはもう小学生の時分かってたよ。あ、これ嘘だなって、うん、出産もそうなんだ、
大体さ、その何曜日が休みとか無理があるじゃん。2月が少なかったり、あれはなんか大王とかがさ、俺は何月生まれだから俺の年休みにしようとか、そういうさ、見栄とかなんかくだらないことでさ変えられてきてるからさ、おかしくなってるんだよ。シエテ、セッテンバー、オチョ、オクトーバー、ヌエベ、ナイン、ノーベンバー、ディエス、ジュ、デセンバー、全部2ヶ月ずれてる。あ、それだからあれでしょ？なんか大王とかが自分の名前入れたくてなんかずれちゃったやつでしょ？だから支配者たちはそういうことやりたがるのよ。自分の名前残そう残そうって言って。ねえ。大王様はね、カレンダーに自分の名前残したがるんだよ。どうしようもないよ。1ヶ月28日×13ヶ月+1日350。まあそっちの方が理にかなってるよね。なんかあれでしょ、トランプの理論でしょ。多分トランプは13枚のカードがあって、ジョーカーがあって、で4年に1回のウルード氏があるんだよね。だからそのジョーク2枚目のジョーカーがある。だタロットカードで運命を占った後、それが何日に起こるかって占ってたらしいよ。28、13ヶ月×4つ。どうやって出すんだっけな。ちょっと待って。一週間体休めるよ。なんだっけな。13枚×4は、4種類でしょ？×52。週×7は364。足す1か。そうだ。だから、一週間刻みなの。一週間7日でしょ？ 7×13 枚のカード。いや、キングまで入れて。エースからキング。×4つの季節は364日。プラス1日入れるんだよ。そうすると365日。1年間になって、ジョーカーのもう1枚目のカード。っていうのが、ウルード氏。4年に1回使うカード。あ、やっぱ同じですか。寝れてないよ、俺もう2週間ぐらい。楽しみすぎたんだ、俺は怖くてだね。強いね、心、光くん。アメリカ大陸13州で始まり、50プラス DC プラスイスラエル、ドナルド・トランプ、俺もそう。それはね、陰謀論だね。それは無理がある。陰謀論って無理があるんだよ、やっぱり。人間って、二つのパーツを与えられたとき、要は時系列とか関連性を省いて二つのパーツを結び渡したときにね、これに因果関係があるっていうの、まあ普通の通常の思考なんだよ。それが都市伝説を生み出すのね。陰謀論とか、それなんて言うんだっけな、そういう思考の研究があったんだよ。そう。要はちゃんとした情報を渡さないで、切り取られた答えだけを渡すと勝手にその結びつけた。推測を始めちゃうの、普通の人って。これとこれには因果関係があるはずなんだ。例えばね、血液型がもう最たるもので、血液型で性格なんか絶対決まらないんだよ。だけど、B 型だ、私と同じだ、すごいとか、誕生日一緒だって。365種類しかねえんだよ、誕生日。ってことは365分の1で必ず、もっと複雑な計算式だけど、シンプルに言うなら、数学的に言うなら、365人に1人は同じ誕生日なんだよ。5月生まれだ、すごい、私と一緒だって。12人に1人は同じ誕生日月なんだよ。だから、要はバカが騙される。うん。動物占いはどうですか？占いっていうのは、だから、俺は和芸だと思ってるのね。あれはお金を払わないとやってくれないでしょ。あれは、芸者さん遊びみたいなもんだと思ってる、俺は。要は、理屈では納得いかないことって起こるんだよ。事故とか不幸とかって。その時に理屈聞きたくないんだよ。心の弱い人は。人が必ず死にますなんて聞きたくないんだよ。
そうじゃなくて、あなたの運命はって言ってもらって心を解消するもんなのよ。嘘でもいいから。だから俺は、その芸者さん、要はキャバ嬢とかと全く一緒。そういう風に楽しむものだと思ってるのね。うん。だってさ、守護霊がいる。生まれ変わりがあるって言うでしょ？占い師とかって。霊能力者って。守護霊がいて、なんでそいつ生まれ変わってねえんだって話にならない。じゃあ人口爆発はどうなってんだよって。犬猫が転生したのかっていう。そう。金払ってるんだから、金払って楽しむもんなの。割り切って遊ぶもんなの。だからそれが遊びじゃなくなると騙されるんだ。俺なんかタダでいくらでも言ってやるよ。お前の前世は消しゴムだよ、この野郎。お前の前世分度器だよ。お前あれだよ。お前の前世はあれだよ。体育のグラウンドに引くチョークだよ。いくらでも言ってやるよ。それで心が救われるなら。うん。テロ事件のタイミングでトランプがサウジに13兆円陰謀論ではないと思う。だってさ、共和党政権なんかさ、自分でテロ起こすの得意じゃん。ブッシュ、だってアルカイダ作ってのはブッシュみたいなもんなんだから、親父の。もうそれはお家芸じゃん、アメリカの。戦争をやる理由が欲しくてしょうがないんだ。それは全然都市伝説ではない。うん、出来レースだよ。戦争を起こさないと経済回んないのよ。あれは公共事業なの、戦争って。うん、公共事業なんだよ、うん。それを分かってない。商売、商売。商売とも言えない、公共事業だと思ってる俺は。世界最大の公共事業、うん、格差をなくしたりとか、一回国が行き過ぎた時、成熟した時にリセットする作業なの、うん、だから戦争悪いって分かっててもなくなんない。私は何ですかね、あれだよ、なんだろう、下駄箱だよ。テボドン飛ばしまくればアメリカの防御システムが売れる、うん、10年に1回在庫整理しないといけないんだから、うん、10年に1回戦争する国なんだよアメリカは。じゃないと回らない、構造上そうなってる。いや、カズの前世は下駄箱だよ。俺の前世は消しゴムだから。だって 99% 農民なわけじゃん、日本人なんか。なんで占い師のとこ行って、あんたは画家だったわよって。画家が何人いたと思ってんだよ。ほとんど農民なはずだろ。あんたのね、あんたは冴えない農民だったわよって言ってやれよ、占い師よ。だろ？そう思わない？うん。お前は冴えない農民だよって言ってやるべきじゃん。うん。そういうもんでしょ。違うかな？俺が言ってんの間違ってるかな？生まれ変わりなんかないよ。生まれ変わりは絶対ないよ。佐野家今日だけで10アカウントぐらいブロックしてんだけど、こいつどんだけアカウント持ってんだよな。何個アカウント作ってんだよ。そうなんだ。どんだけ暇なんだよ。多分今もアカウント製造してるんだ。 IP ブロック機能欲しいな。めんどくさい。輪廻転生は本当の意味はない。輪廻転生を唱えてるのっていうのは、ウパニシャットなのね。だから、もう超古代から考え尽くされた論理なんだよ。輪廻はない。
そもそも輪廻っていうのを使い方を間違えてるの、日本人は。生まれ変わるっていうのは嫌なことなのね。生まれ変わりたくないから、下脱をするっていう考え方。要は、カルマからの解放って言うんだけど、もう生まれ変わらないようにしてあげるよっていう宗教なのよ。でも日本人はなんか生まれ変わったらまた出会いたいとかわけのわかんないこと言ってんのよ。もともと輪廻転生っていう宗教は生きるのが辛かった時代にもう生きたくないからっていう教えだったの。お前また生まれるぞっていう脅しだったの。日本人は適当なんだよ、本当に。意味合いが違うでしょ。生まれ変わりって肯定的に捉えてるのよ、日本人は。だから日本にもともとあった宗教がアミニズムだから、仏教語ってねえわ、もうめんどくせえわ。サノゲ全部ブロックするわ。キーワード検索しよう、サノゲ。全員ブロックします。うわ、サノゲすげえ、サノゲすげえ。アカウントどんだけ持ってんだよ、こいつ。アカウントどんだけ持ってんだよ。これ全部ブロックします、今から。どんだけ持ってんだよ、こいつ。はい、全部ブロックします、これ。はい、全部ブロックです。このステアカ。バカだね。こいつすげえな。プロリスだな。はい、お掃除、お掃除。この間大変だったね、スカブンさん。キモいよ。どんだけアカウント持ってんだよ、お前。すげえな。ちなみに、輪廻っていうのは仏教じゃないからね。まあ、勉強不足だよ。輪廻転生は仏教じゃありません、もともと。それが大間違い。ブッダはそんなこと言ってないから。はいはい、はあ、いいこと言いますね。あれは、豊穣の海だっけ？豊穣って読むんだっけ、これ。あのね、輪廻転生を認識して書き上げたんじゃないです。あれは最後のオチ読んでごらん。輪廻がなかったっていうこと書いてるんだよ。空を書いてるの。序盤、中盤までは、その輪廻の世界観で生まれ変わりあると思ったんだけど、それが勘違いでしたっていう話なの。最後まで読むと分かるはず。輪廻の世界観で書いてあって、生まれ変わりの主人公の物語を書いていくんだけど、最後関係なかったんだよ。だから、そこのオチを読まないダメなの。三島の仏教観。コアな話ですね。ふわっち生き抜くためにもアンチも大変だな。豊穣の海で合ってるっけ？豊穣の海だよね。合ってるよね。あれは輪廻はありませんでしたって話なんだよ。最後のオチは。その辺含めて分かってたと思う。だから三島は見えてたんでしょう。ブッダが言ったのってこういうことかって。死んだら無になるの。ね、じゃあいいこと教えてあげようか。これはすごい深い話だけど。死んだら生きてる人にとっては世界は続くんだよ。で、数にとっての世界って終わるの。だから数は何かを残さないといけないの。数は何かを残す。そしたら生きてる人の間でずっと伝わり続けるの。だから3000年前ぐらいに死んだブッダの教えって未だに生き残ってるし、ブッダって名前も残ってるし、俺らはブッダを認識できるでしょ。本当に死ぬっていうのは存在が消えることを言うのよ。だから数がもし家族とかを残したりとか、思い出を残したり、友人とかに。で、それが本当に正しいことだったら生き続けるんだよ。その理念とか考え方とか。小さくなっていくけど。だから数を知らない人が出てきた時に数は死ぬんだよ。概念的に死ぬのね。だからそれを魂って言ったのね。わかりやすく、バカにもわかるように魂、データベースがあるって言ったの。それを訓従とか言って教えてたんだけど、仏教では。バカには伝わらなかったから、わかりやすく言うと、
心は残るよとか魂は残るよって教えてるの。生きてる人の世界の中で数を心の中に留める人はいるんだよ。それが全部死んだ時、概念として数は死ぬんだよ。だけど実は数を構成してる物質っていうのは空気であったり酸素になったりとか炭素になったりとかバラバラになるけど地球で生き続けるんだ。それがブラフマ、宇宙空間の中で分子レベルで生き残り続けるんだよ。何か別の物質に変わるの。だから大きな目で見ると神様っているんだよって言ったの、そういうことなの、うん、そう、物質的には消えるなんてことはありえない。生まれ変わる、形が変わるけど心は誰かに引き継がれていくし、物質っていうのは何かに変わっていくだけなんだよって言ったの。だけどそれを自分のデータベースが残ってね、生まれ変わってっていう、要は詐欺師がそういう風に教えちゃったのよ。あのね、仏教の本質、仏教に戻そうか。じゃあ仏教に戻すと、生きること自体が苦しみになるっていう教えなの。生きること自体がもう全て苦しみだって、一切皆苦って教えてたの。まあインド哲学ね。だから本当はあのカースト制度っていうのは、これは有名なユギが言ってるんだけど、最初は支配の論理じゃなかったんだよ。カースト制度っていうのは全員が全員僧侶、要は知的な生きることを教えたりとか困ってる人を助ける僧侶っていうのは一番上のピラミッド、要は 0.1% ぐらいでいいでしょって。で、王族っていうのも全員が王族だったら成り立たないでしょって。でも国っていうシステムが必要なんだよって。だからこれくらいの人口に対するパーセンテージで、奴隷がこれくらいのパーセンテージとか、パーセンテージが必要なんだよっていうことを説いてた。うん。だからそれがその社会のピラミッドだよって、システムだよっていうことをカースト制度で教えてたんだよ。だけどそれが支配の論理、要は僧侶はこれくらいしかなれない、引き継がれないとか、そういうルールに変わっちゃったの。だからおかしくなったんだよ。インド哲学だとウパニシャッドとかね、人が死んだら人が無になり仏となる。おー、素晴らしいね。うん、だから本当のニルバーナは死んだ後に起こるって教えてるもんね、ブッダは。川の下流と、海を厳密に区別できない。聖書も同じと解釈してる。そうそうそう。だから、いつも俺が言うのは、このコップにあるのはオレンジジュースってみんなわかるじゃん。だけど、この胃の中に入ったものはもう、体液に変わったでしょ。血液に変わったでしょ。おしっこに変わるでしょ。おしっこから、川になって、川から海になって、水蒸気になって雨が降って、要は時間軸を限定に切り取ったものが名称なんだよ。でもこれに永遠性はないって言ったのがブッダな。これを諸行無常って言うんだけど、 この世にある全ての物質や心や何かっていうのは時間軸で切り取ると永遠性が含まれちゃうから言語って危ないんだって言ったの。だけど実は互いに影響を与え合いながら、その無常なんだよね。無が常って書いて、要はあの移ろいで行くって言った方がいいのかな、日本語で言うと。全てが関係をし合っていて移ろいで行くから、限定的に切り取るっていうのは、あの人間の妄執である、こうありたいっていう願望、欲望である、そんなものは捨てなさい。いいことも悪いことも常に移ろいで行くし、永遠に美しくいられるわけじゃないんだよ。だからその心の方を変えちゃおうっていう、要は事実は変わらないんだけど、解釈の方さえ変えれば生きるのが楽になるっていうのが仏教だよ。胃の中にあるオレンジジュースは吐いた瞬間ゲロに変わるわけじゃない。名称が変わるでしょ。名称にこだわってもしょうがない。要はこだわりを捨てろっていうことをひたすら言ってるだけなんだけどね、仏教は。だから寂しい宗教でもあるんだよ。全ては排出物。すげえな。いや、だからブッダは正しいと思うよ。あのブッダ本人が言ってる言葉っていうのは嘘はないと思ってるね。うん。だからブッダが正直者だったからだろうね。だから日本にある経典とか嘘ばっかりだと思ってる。南無阿弥陀仏って唱えたら、あの、極楽浄土に行けますなんて、嘘ばっかりだよ。ブッダはそんなこと一言も言ってないんだよ。
呪文の禁止っつって、そんなのにすがってるのは気持ち悪いっつってんだから、それ嘘だよ。本人のわからない言語を使って呪文唱えさせるのはカルトだっつってんの。やめなさいって禁止してるの。どこが仏教なんだよな。仏の教えじゃねえだろ。そう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 、要はね、あの遣隋使遣唐使だから中国産なんだよ。だからあの長男は偉いとか、あのね、そういう仕組みだから、どちらかっていうと教えの本質っていうのは道教儒教の影響をかなり受けてるのね。道教儒教も別に持ち帰ってるんだけど、だから大乗が日本に入ってきたのが最初だから、俺はだから大乗否定派なんだよ。簡単に言うと、原始はなくならない。消えても消えるわけではなく、形が変わるだけ。原始分子もなくなるんだけどね。だけど、まあまあまあ、あの、何かが残ってるっていう風に思う。例えばなんだけど、イメージしやすく言うと、ここに着てる T シャツってさ、自分が買ったお店のことしか残らないかもしれないけど、ブッダはこう言ったの、俯瞰してみなさいって。ここを500円で買った T シャツの中に繊維を作ってる人、それを農業をやってる人、もしくは科学者で化学繊維を作ってる人、物流の人、染めてる人、値札をつけてる人、販売してる人って、すごい膨大に人の手がかかってるんだよ。だからこれ1枚を考えるときに、その奥にすごい膨大にいろんな人が関わってるでしょ。だけど最初は無から来てる。無じゃないんだけど、影響を互いにやり合いながら回ってるっていうの分かるかな。この一つの中から想像をしてみなさいっていう。で、俯瞰してみたときに、これを粗末にしていいかどうかが分かるよって言ったの。これを安物だから捨てるっていう風に考えるか、もっとぐーって引いてみると。で、いろんな人が大事な思い、例えば、その、恵まれない国の人たちが頑張って作って、これを買ったら、飯が食えるんだとか。いろんなことを考えることによって、この価値が変わるでしょっていうことを唱えてる。だ、自分の人生も大切に生きなさいっていうのはそういうこと。そう、あなたのお父さんとお母さんが愛し合って生まれてきた子供でしょって。だから、良き伴侶に巡り合いなさいって。じゃないと子供にそのカルマ、要は思いが移っていくからっていう。いや、別に捨ててもいいんだよ。だからその時に、その、なんていうのかな。物を買うっていうのは、執着なんだよ。だから仏教っていうのは、爪楊枝と托鉢のお椀一個と、あと服三着しか所有することができないの。本当の仏教って。だから、黄色とオレンジの袈裟って言って、仏教の僧侶さんって黄色い服着てるでしょ。あれは糞臓衣って言って、うんことかおしっことか血液が染みついた死体をくるんでた布を剥ぎ取ったのよ。
死体には物、なんていうの、死体にはさ、ほら、所有権がないからって言って、死体から剥ぎ取った布、死体を巻いてた布を剥ぎ取って、うんこまみれ、血まみれの服を川で洗ってあの色になったの。だからそれを3枚だけ所有していいっていう話。黄金の衣じゃない。微妙に酸っぱいのはやめた方がいいと思うよ。おはよう、ももつ。アウトローおはよう。だって日本の江戸時代なんかさ、うんこの取り合いだったらしいよ。なんかうんこがすごい高く取引されてたんだよね。で、江戸中のうんこかき集めて、うんこがすごい高く取引されてて、肥料になるから。だからうんこ業がすごい儲かったっていう。調子まあまあいいね。今日がラストの練習。再開するよ。ただ体休めてからね。急には出ないから。ステッカーはもう発注してるから、完成するのが9日だね。あと5日後。まだ完成してないよ。そうだね、旅配信今何人だ、旅でもなんだかんださ73人だからね。なんだかんだ73人と出会ってるからね。1万人も目じゃねえよ。大丈夫だよ。っていうかね、なんか地球環境を人間が汚してるなんて、もう俺はバカバカしい話だと思ってて、いつから人間は地球より偉くなったんだっていう。地球の表面しか知らないんだよ。で、人間滅んでみ？地球なんかもう林だらけになってすぐ生まれ変わるよ。人間が唯一壊せるのはちょっとした大気の膜ぐらいだよ。あんなすぐ再生するじゃん。一生治らないとか嘘ついてさ。地球なんて汚すことなんかできねえんだから。人間は。そんな力持ってないよ。核で爆発したとしても表面だけだよ。だから日本人はなんか、日本人っていうか人類は横柄になってる。俺は地球の方が存在でかいと思ってるから。地球より一人の命の方が重いとか言ってるやつは嘘つきだよね。芝刈り機程度だよ、本当に。すぐ芝生えてくる。マキルおはよう。そう。地球をバカにしてるんじゃないかなって。俺は旅してて思うよ。海見て思うよ。絶対地球の方が強えって。地球には勝てねえわ。で、さらに宇宙があるからね。俺らは砂粒以下なんだよ。俺らの小さい物差しで測って生きてるだけなんだよ。すごい繊細な生き物だよ。タバコのフィルターを捨てたら100年は地面に帰らないんだよとか言う人いるけど、バカ野郎、地球何歳だと思ってんだよってバカ野郎、たった100年で溶かしちゃうんだぞ。南極の氷溶けても日本は沈没しないんだってね。しないだろうね、うん、なんだっけ、アルキメデスの法則だっけ。もう理解してれば中学生で習うじゃん。
氷が固まったら体積がどうなる、水になったら体積がどうなるっていうさ、竜巻が迫ってきた時の無力感、毛布にくるまって、あー、ハリケーンか。ハリケーンは日本では体験できないからね。サボテン刺されまくった。アメリカに住んでたの？でもアメリカ人のあのハリケーンに名前をつける文化俺好きだね。 ABCD っていう順番でカトリーナとかキャサリンとか名前つけるけど、あれあの ABC 順に名前つけてくんだよね。メキシコか。メキシコは良かったでしょう。もうなくなっちゃうね。あの古いクラシックカー、要はアメリカと国交断絶してるから、アメリカのすごい古いクラシックカーで走ってんの今でも。だからメキシコはね、時代に取り残されたような錯覚になるぐらい街の景色が面白いんだって。あ、そうなんだ。今日本に住んでんの？もしよかったらコラボしてさ、旅配信の時そういう話聞かせてよ。あのメキシコはこういう国だとか、アメリカはこういう国だよっていう話みんな好きだから。地球温暖化現象も地球にとってはただの揺らぎでしかないからね。人間関係ない。まあ、絶対関係ないよね。人間、たった人間これだけの力で、あ、キューバか、それは。ごめんごめん。うん、それキューバだ。ごめんごめん。キューバだ、キューバだ。申し訳ない。なんだっけ。何の話だっけ。そうそう。人間が地球の温度を上げることなんて相当難しいと思うよ。できるものなら言いたいもん。来年に2度上げてみろとか、2度下げてみろって。お、エアコンぐらいだよ。部屋の温度変えるぐらいしかできないんだよ。お、人間上げるっていうことができるんだったらやってみろよ、科学者って思わない？上げることできるんだったら下げることできるだろ。何が温暖化だよな。寒冷化しまくってるじゃねえかよな。詐欺師出てこいよ。本当に。ただで帰ってくる方法もあるの？貨物かなんかで送られてくるのかな。首痛えな。もしよかったらフォローお願いします。あとフォロー何人だ。もうあと22人で2500人行くな。歴史のある放送になってきたね、ふわっちでも。だいぶ メキシコはシボレーとかダッジのバンドがバンがいっぱいあって走ってる。へえ、ビートル健在なんだ。ストッキングで走るからね、ビートル。友達がさ、あのすぐ切れるんだよ。ビートルってゴムのベルトで走るんだよ。びっくりするでしょ。ゴムのベルトがモーターに繋がってんの。ゴムのベルト切れるんだよ。そしたらストッキング買ってきて、ストッキングこう束ねてんの、友達が。ギュッギュッ縛って固くして、ストッキングで代用して走ってたかもね。マジかよとか思って、思ってたじゃんこれとか言って。ビートル良かったよ。どうなんだろうね。アメリカ大陸は10年出れなかった。でもタダで帰ってきた、すげえな。そう、プーリーのところの、本当に本当に。で、あの、乗っててわかるの。もう、カスカスカなんだよ。前にトランクなの。可愛いんだよ、とにかく。古いビートル乗ってて、友達が。ルパンみてえだな、って。おもちゃでよくドライブしたんだよ、友達と。ほら、俺にパンクファッション教えてくれたっていうおしゃれなやついるって言ったじゃん。すげえおしゃれなやつで、ビートル乗ってて。おー、おもちゃだよ。これ、ぶつかったら死ぬな、っていう。うん。あのね、大人事情だよ、すっとこどっこいさん。あの、アメリカの軍事費って環境費を上げると、あれ軍事費に転用できるのよ。だからあの時代って戦争なかったでしょ。だから環境に走ったの。あれ公共事業費って軍事費と一緒なの。だから大人の事情、完全に完全に大人の事情。金回すためだけだよ。前のスペアタイヤの空気でウォッシャー液出してんだ。ウォッシャー液出せば出すほどタイヤの空気圧変わるんだ。すごいよね。
球温暖化って誰が一番、アメリカでしょ。世界的に CO2 の排出権取引がどうのまでやっちゃうから引っ込みつかないよね。だからあれじゃん、一番いいじゃん、戦争しなくていいし、ね、お金を、新しい産業を作れるわけよ。エネルギーの転換をしたかったんだと思うよ。要はアメリカとかはさ、石油を輸入するわけでしょ、日本とか。だけど新しいエネルギー問題作って、要は石油利権を潰したかったんだよ。要は戦争ができないけど戦争でしょ、見えない、それって。まあ俺らには関係ないよ。山本太郎すごいよ。なんか新宿でもう毎日のように見るんだけど、駅前行くと山本太郎いるんだけど、どうしたらいい？のんちゃんと歩いててさ、もう100メートル先からさ、あ、山本太郎いるって言って、のんちゃんが、なんでわかったの和道さん。山本太郎いないよっつって。いや、ほら、若い左翼が集まってるだろうっつって。演説してるだろうっつって。絶対嘘だとか言って、近くに行ったら、あ、いたとか言って、和道さんすごい。和道さん、山本太郎100メートル先からわかるんだって。山本太郎頑張ってる。いろんなところで新宿中で演説やってんでしょ、毎日。池袋とか渋谷とか。で、もうビラ配ってる人が若い人だから、すぐわかるの。100人ぐらい集まるし。空気がきれいになるのはいいよね。空気がきれいになるのはいいことだけど、全然いいことだけど、うん。俺あとね、アイコスにも継承を促したくてね、俺ね、アイコス体に悪いと思うよ。あんなのよく吸えるなって。俺アイコスを全然信用してなくて、アイコス多分取り返しがつかないね。なんかね、あの被害来ると思うよ。なんかタールがないんだか、ニコチンがないんだっけ、タールか、タールがないとか言ってるけど、あれ体に悪いと思うよ。百田の講演会取りやめ問題、あー全然わかんない。俺ニュースとかも見ないし、百田さん追っかけてないから全然わかんない。やめたかったらやめていいんじゃないの、うん、俺本当にさ、もうニュースもテレビ見るのもやめたんだよ。実験してみたの。テレビは自然と見なくなったんだけど、ニュースサイトを見なくなったらどういう影響があるかって言ったら、何にも変わらなかったの。俺北朝鮮がね、戦争始まりそうなのも知らなかったぐらいの。何にも影響ない。何にも影響ない。本当に。何の影響もない。むしろ自由に発想ができるし、すごい自由に生きることができるから。だってニュース見てもミサイル落ちたら死ぬんだもん。ニュース見なくてもミサイル落ちたら死ぬんだもん。毎日楽しいことだけやってればいいんだもん。ねえ。じゃあテポドン落ちるからどうしようっつって、俺が北朝鮮止める力もないし。何の影響もないよ。それよりも身近な人と一緒に過ごす大切な時間ができてすごくいいよ。いや、重要なことは大体ね、リスナーが教えてくれる。テレビどころかニュースすらやめたよ、俺は。ニュースサイトもやめた。うん。全然意味ない。何の影響もない。むしろ時間が有効に使えてすごくいいよ。捨て頃の練習はできるし、放送で稼ぐこともできるし、最高だよ。だって俺より頭いい人いっぱいいるんだもん。頭いい人から教えてもらえばいいじゃん。俺にはやることがある。だから世間ずれしてるじゃん、なんかすごい人って。そういう存在になりたいよね。世間のこと何にも知らない。だってさ、矢沢永吉がさ、あのレッドホットチリペッパーズを見てなんて言ったか知ってる？いいね、新人って言ったらしいよ。いい音してるね、新人って言ったらしいよ。
矢沢すげえと思ったよ。音楽業界のメインストリームにいるわけじゃん、矢沢永吉って。レッチリに向かって新人、いい音してるねって俺、クソかっけえと思ったよ。俺はそういうことだと思ってるんだよ。レッドホットいいねって言って帰ってったらしいよ。うん、レッドホットかっこいいねっつって。俺はそういう、なんか、ずれてるけどかっこいいって、天才だよね、やっぱり。うん。矢沢クラスになると、レッチリも知らなくていいんだよ。あと、ドレさんが矢沢永吉をアメリカで見た時の話、聞いた？みんな。俺、それすごい好きで、なんか、バーで飲んでたんだって、仲間内と。外人さんと。日本人も数人いたんだって。でも、ほとんど外人しかいないバーで。で、お忍びで芸能人が来るんだって。やっぱりその自分のこと知らない人が いる空間とか好きなんだろうね。で、矢沢永吉が入ってきたんだって、もうこう踊りながら。いつもの感じで矢沢が入ってきた時に、ドレさんが一人だけ気づいて、矢沢だよってボソってつぶやいたら、矢沢永吉それに気づいたらしくて、ドレさんの発言にムスッとして帰ったんだって。で、なんだよって。ファンサービス悪いな、みたいな感じでドレさんは思ったんだけど、その5分後に、矢沢永吉はもっとバーンって登場して、もっと踊りながら入ってきたんだって。で、それに気づいた仲間たちが、おぉ、A ちゃんだ !A ちゃんだ騒いだら、よろしくって言って、席に座ったんだって。要は、リアクションが嫌だったんだよ。要は、スーパースターだから、その、もっと派手にみんなにギャーギャーされてないと嫌なんだって。俺、その、矢沢永吉のエピソード、ドレさんが話したやつが大好きで、あ、そうなんだ。そういうスター性いいよね、レイさんね。そこがやっぱカリスマなんだよ。もう自分の意識を下げたくないっていうか。いや、マジらしいよ。ドレさんに聞いてごらん。矢沢の話してって。俺、その時に矢沢永吉は本物だなって思った。その、納得いかないリアクションでバーを入り直すっていう。俺だって矢沢永吉の写真撮影の話とか大好きだもんね。いきなり自分の曲がスタジオにガーンって流れるんだって大音量で。でも、もうこんなポーズ撮って風とか受けてパシャパシャっつって5分ぐらい踊る感じでよろしくって言って帰るらしいよ。もうモデルさんにカメラのポーズとかの決める権限ないんだって。爆音で矢沢の曲が流れて踊りながらもうパシャパシャ撮られてもう動いて動いて帰るんだって。スターじゃん。俺そういう昭和のスターみたいなの大好きなの。勝新太郎みたいな人とか。なんかに、なんか現代でそういうやついないよなっていう。俺は矢沢大好きなんだよ、ね。俺矢沢好きなのが情熱大陸で、矢沢永吉が19歳の頃のインタビューの動画見ながら、ってこうやって見てんの、矢沢が。矢沢が、プロの目線ですよ。矢沢がプロデューサーとしての目線で、こいつ売れるって言って。情熱大陸で、自分の19歳に向かって、こいつ売れますよ。こいつは持ってますよ。って、自画自賛をひたすらする部位があって、わあ、天才だと思って。大絶賛するの。自分の19歳の頃に。もう、すごい、スターですよ。つって。もうその時に俺はこの人はすごいと思った。うん。すごい。もう。やっぱ、いや、でもわかるんだよ。ちょっとね、ちょっとネタにはしてるけど、俺ほんとすごい親近感っていうか、この人は決めてるみたいな。うん。すごい好きだね。うん。自分の意識が高いんだよね。かっこいいよね、あの喋り方ね。いや、バカにしてますね。軽くバカにしないとやっぱりダメなんですよ。うん、軽く小バカに、でもね、バカにはしてるんだけど、リスペクトがないと語れないですよ。バカにはしてます。ただ、それ以上にリスペクトしてます、僕は。うん、かっこいいでしょ。やっぱ、その、若い頃ね、金持ちの人と、それこそ、うん十億とか稼いでる社長さんとかとお仕事させてもらってた時が何回もあって、可愛がってもらってる時に、あのね、可愛いんだよ。
結構もう40歳ぐらいなのかな、30後半か40歳ぐらいの人で大金持ちだったんだけど、おい吉野家買ってきてくんねえかって言われた時、すげえ可愛いと思って、もう金持ってんのに、俺吉牛食いたいんだよ、ワードちょっと恥ずかしくていけないから牛丼そこにあるから買ってきてって言われて、で買ってった時に、やっぱ吉野家うめえってしみじみ言ってるその金持ちのおっさん見た時に、いいなって思ったよ。俺若い頃金ない頃食ったわって、久々食ったよありがとうって言われて、もういけないんだよなんかって、久しぶりに牛丼食ったわつって、牛丼食いたいけど食えないんだ金持ちってって思ったよ。なんかやっぱりその取引先の人とかに吉野家入るっていうだけで自分のブランドが下がるっていう意識があるのよ、そういう人って。そういうところを世間に見せられないっていう、社長だからって、なんかその見え張ってるわけじゃなくて、しみじみやっぱそういう世界で生きてる。俺は仕事やってる時に、あの孫正義の先輩の人とかと一緒に仕事させてもらってたよ。孫さんの先輩、うん、あのいろんな人のつてですごい若い起業家だったから、うん、いや牛丼うまいわーっつってしみじみ食ってたよ、うん、いいなーっつって。でその人はベトナムに国を作るって言ってベトナムに公共事業で自分の国作ろうとしてたよ、日本人国家を。スケールが違う、もう日本面白くないって言って、自由がないから、あの後進国とかにみんな、あの自分たちのエリア作ろうっつって、和教を作るって言って、華教じゃなくて和教、うん、金持ちみんな逃げちゃってる。ああの HIS の沢田さんと親友だった、その人は HIS の沢田さんとベンチャーやってたよ一緒に。旅行会社の HIS ってあるでしょ、ベンチャー三重士って聞いたことある？ベンチャーっていう言葉を流行らせた3人がいるんだけど、孫さんと沢田さんと南部さんって人ね。経営やってたらみんな知ってると思うけど、最近だと沢田さんハウステンボスをあの復興した人ね。化け物経営者だよ。ハウステンボス黒字化しちゃったからね。だから沢田さんと一緒にやってる、銀座でやってるラウンジとかで、あの、一緒に、あの、お話しさせてもらったりとかした。銀座の見た目ボロボロのビルだけど、あ、とある階のエレベーター開けた瞬間に羊がもう黒光りカーテンで、もう超高級な内装で吹き抜けで、バーラウンジでいらっしゃいませって。何々様から聞いております。こちらへどうぞっつって、もう外人とかの経営者がそこでパソコンバーで飲みながら商談してるのよ。すごい世界だなと思って、もう隠れ家よ。もう全然ボロボロの雑居ビルなのに、ワンフロアぶち抜いてあってバーになってんの。でも外資系の社長とかがこっち来た時のあのレンタルルームみたいにしてて、VIP クラブだよね、経営者の知り合いしか入れないっていう。それを沢田さんと一緒にやってたよ。会員しか、そう、年会費いくらって言ってたんだから、入会金うん百万払わないとそこに出入りできないみたいな。で、その人が会員だったら、その、連れの人引っ張ってこれるっていう。商談はそこでできるっていう。大人の隠れ家だよね。もうそんなの漫画の世界じゃん。銀座の汚ねえ雑居ビルがさ、開けたらもう、超高級ラウンジみたいに改造してあって、バーカウンターがあって、バーテンとか羊とかがいんのよ。なんだこれって、俺漫画でしかこんな世界見たことないぞっていう。だから金持ちの遊びは豪快で面白いよやっぱり。その人に常に言われてたのは、もう武士は食わねえの高用事だよって、若いうちはって、見えなんて張りまくれって言われたよ、うん、家で猫缶でも何でも食って外ではステーキ食えって言われたもん。さすがにそれはもうやめたけどね、自分の生き方に合ってないと思ったから、うん、もう家ではYouTube にあるよ。あれは22歳の頃かな。うん。22歳の頃。だから今から10年前。うん、だ日本初の YouTuber 俺だからね。面白いよね。
あれが自分のサービスだったの。あれはサービスのコンテンツの一個だったのよ。うん。あれが社長だよね。あれは会社作ったばっかりの頃。契約数300店舗ぐらいいったよ、千葉県内で。あ、200店舗だ。200店舗。解放の回再生数がすごい。あー、でもなんか風邪ひいちゃったんでしょ。フォローしてたのに外れてる。フォローし直して、なんか別アカウントとかだったんじゃないの。うん、俺はいじれないよ。フォロー外しとかできないから。俺にそんな権限ないから。フォローし直して外しちゃったんでしょ。なんかジンフリークスみたいなおっさんになりたいな。フォローありがとう。ジンフリークスは頭にターバン巻いてるとか、あの服装かっこいいよね。ああいう服着たい。外したりとか、うん、なんでなんだろうね。俺はちょっとわかんないけど、それは。あ、そうなんだ。うん、まあ、よかったよかった。うん、皮が馴染んでないから痛いんだよね、これ。早く馴染んでほしい。俺自身は外すこととかできないからね。楽しみにしてる。ありがとう。お、ありがとう。いらっしゃい。調子まあまあまあ悪くはないけど、全身筋肉痛だね。あと試合のプレッシャーが半端じゃない。とにかくもう本当に本当に解放されたいね。勝ったら花火頼むよ、みんな一発ずつ。6月10日花火用意しといてよ、みんな。うん。いい子だったよね、解放ちゃん。キャラも立ってたし。いきなり発声練習始めた時は爆笑したよね。わーとか言い始めて。どうしたどうした、うん、花火用意しといて。勝ったらでいいかんね。負けたらいらない。負けたやつに花火はいらない。みんなで一緒に勝とうぜ。頼むよ。俺もその分3ヶ月歯食いしばってきたから。マリモおはよう。あ、LINE 追加してくれた人ね、ふわっちから来た誰々ですって言わないと許可を押してないです、僕は。LINE 追加するときの条件は、小手判を書いてください。ふわっちから来た何々ですって。はーさんおはよう。よろしく。試合頑張るよ。バカありがとう。
いや、いっぱいいるんだよ。ただ、その、俺がいつも最近心がけてるのは、このふわっち来たあたりから、その人が一番面白くなるように、タイミングをいつも見計らってんの。ドレさんとも実はコラボ誘われてて、リスナーさんからドレさんとコラボしてって、仮想の時。で、俺は今のタイミングじゃない。ドレさんを一番活躍させるシチュエーションを考えるっていうのをやってて。だから、格闘技が決まった瞬間、ドレさんに俺はオファー出したの。じゃないと、潰しちゃうことになるのよ。せっかくいいキャラで。だから、あやかにトツかけたのもそういうタイミング見計らってたし。試合は怖いよ。それはね、みんな誤解してるんだけど、殴り合う痛さが怖いとかじゃないのよ。なんでもね。あの日、神回続き、そうかな。試合は怖いよ。なんつうんだろう、その経験したことのない怖さだよ。殺し合いをするわけだから。仲のいい仲間と、気のいい兄ちゃんをぶん殴らないといけないんだよ。やらなきゃやられるんだよ。殴られる痛みの怖さとかもあるよ、もちろん。だけどそんなのはスパーリングで経験してるわけじゃん、何回もダウンして。強いやつは5万といるんだよ。たださ、人様の前でやるんだよ、それを。あそこで寝泊まりしてたね。その、多分ね、それは経験した人しかわからないと思うよ。あ、そうなんだよ。だから、ちょっとスタッフさんとずっと打ち合わせないといけなくて。ちょっとそれは、今後のこと、今後の訪れの問題絶対解消するから、ちょっと待ってね。なんとかして判定。いや、KO 狙うよ。悪いけど。判定は狙わないよ、俺。悪いな。俺は本気で行くよ。早く解消したいんだけどね、なかなか技術的に問題点が見つからなくて、どこが原因で爆が起こってんのかよくわかんないんだよね。オープニングとエンディング差し込んでるからっていうの分かってるから、ちょっと話すよ、ミーティングするよ。出して頃終わったら、あれもったいなすぎるもんね。一日、いや考えてない、食いたい時に食うって決めてるね。腹が減ったら食う。腹が減ってない時は食わない。一日何食？おお、もうすぐ30万再生か、YouTube。すげえな。ありがとうみんな。YouTube 30万再生いきます、トータル。ありがとう。すげえな、30万再生か。そうそう、バグあるんだよ。それはね、もう何ヶ月も前から気づいてたんだけど、ちょっと俺らが解決できなくて、スタッフさんと打ち合わせます、それ。あれもったいないよね。
上げっぱなし、いや、上げっぱなしだよ。全然編集入れてないよ。のんちゃんの回昨日見てた。復縁したんだね。ノーコメントです。もうなんか女の人の色恋沙汰はもうめんどくさいからやだ。誰と付き合ってる、誰とパコった。めんどくさい。あれ面白いでしょ。必ず低評価入れられるんだ。心の叫びをね、ちょっと編集した。たけさんおはよう。結構気は長い方かもしれない。なんか怒ってるところばっか編集されて広げられてるからさ、気短いと思われてるけど、そんなに切れないタイプだと思う、うん、怒るのとかあんま好きじゃない。ボンは勝つ。本人が悪気があってやってるわけじゃないのは伝わってくるから、俺に対するなんか愛情みたいな好意を持って接してくれてる人はありがたいことだから。まあ、なんか病気は持ってるだろうなとは思ったけどね。ことをね、好いてくれる人に悪い人はいないと思ってるよ。スタミナは一番時間かかる作業だから、もう今から改良するっていうのは無理でしょう。でもスタミナついてるんだよ。なんかねえ、それ一般の人と比べたらないかもしんないけど、3ヶ月前から比べたら全然だよ。1ラウンドで息上がってたんだよ、うん、俺多分普通にリスナー未経験のリスナーさんとスパーリングやって全然勝てると思うよ、うん、例えばオリゴ糖とポンとやっても全然多分判定で勝つと思うよ。あ、オリゴ糖が経験者だったらわかんないけど、打ち上げやるよ、もちろん。当たり前じゃん。みんな遠くから来てくれるんだもん。うん、さっきも、便所さんとの練習流してたんだけど、吐いたけどね。きつかったけど。周りが団地すぎる。そうなんだよ。その、ドレさんとかと比較したり、ヒカルくんとかと比較されてるから、俺ニートだよっていう前提を忘れてるんだよね、みんな。うん。でしょ？うん。全然勝てると思うよ。素人の人だったら。うん。だってあの人たち何十年も何年もやってたりとか、土方をずっとやってたね。俺ニートだぜ。そもそもが3分3ラウンドっていうルールがおかしいんだから。勘弁してくれよ、本当に。
あ、でも3ヶ月でね、やっぱりジャブもうね、左がね、やっぱりある程度自信がついたんだよ。間違ってなかったなと思うよ。半端にジャブとかフックとかアッパーとか打つよりも、もうワンツーだけひたすら鍛えるって。ワンツー打てなかったら距離感わかんないから。で、今、練習動画見た、みんな、今日の。金曜日の練習動画を、今日、放送で流したのね。どういう練習したか。便所太郎さんに簡単に言うと、インファイトを習ったんだよ。見る？みんな見たかな？見てない人が多かったら流すけど、解説枠しながら。まあみんな一緒だよ。みんなそれぞれ限られた時間の中でやって。俺は別に後悔ないよ。もし見たかったら、再放送するけど。便所太郎さんの。再放送する？雑談が良かったら雑談するし。見る？どう？みんな気分的には見る？じゃあ一回枠閉じます。編集点作るんで、 YouTube 用にここでカットするために。じゃあ皆さんお疲れ様、次枠すぐ開きます。便所太郎さんとのトレーニング流します。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。